もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい？うん、いい目だ。さあ、行こう。ついに、ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎くん、スーパーグレートゴールキーパー若林源三くん、小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち、そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー。彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼くん。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会、予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らは活躍できることになった。いよいよだ。対するは若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツ・ジュニアユース軍団。さあ行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。さあ行こうみんな。